はい、説明は以上になります。これからご質問をお受けしたいと思いますが、冒頭にもお願いした通り、まず予算案についてのご質問をお受けしたいと思います。質問一通り終わりましたら、その後県庁活性化方針等についてのご質問をお受けしたいと思います。あとご質問にあたりましては、皆様方の後方左右にテーブルと椅子を用意してありますので、ちょっとそちらまでご移動いただいて、着座にてご質問をお伺いいただければと思います。また質問にあたりましては、挙手の上、社名お名前をおっしゃってから質問をお願いしたいと思います。それでは質問ある方、挙手をお願いいたします。はい、高島さん。まず今回の当初予算案ですけれども、三田知事としては1期目 の、任期の最終年 の、 当初予算編成になりました。知事選から掲げていた、自分の思いとか公約、そういったものをこう、中大政として込められたかどうか、予算案の手応えとか、その辺のところをお聞かせください。はい、ありがとうございます。おっしゃるように、知事の任期は4年です。今回、この4年目に入っていますので、ちょうど4回目の当初予算の作成ということになりました。今おっしゃったようにいろんな思いがあるわけですけども、でもやはりこの1月1日に発生した能登半島地震、これへの対応、被災者の支援、震災対応をやはり最優先とすることは、これは当然のことだというふうに思います。その上で、幸せ人口1000万、ウェルビング先進地域からの実現に向けて、成長戦略の6つの柱に基づく取り組みを通じて、本県発展の礎となる人づくり、そして新しい富山県を作るために、その礎となる人づくりが躍動するような新しい社会経済システムを作っていく、この2つのモデル作りを推し進めていくほか、3年前に県民の皆さんにお約束した8つの重点政策、そして88の具体策、これをさらに磨き上げていく、それに取り組む予算としたところでございます。そして、先ほどもルール説明しましたが、今年は今年度は全ての部門においてウェルビング指標を、ウェルビング向上効果を勘案した施策を検討すること、これにも取り組んでもらいました。職員に、だいぶ取り組んでもらいました。このウェルビング指標を活用して企画立案した施策のパッケージに取り組んだところでございます。全ての県民が夢と希望を持ち、ワクワクすることがたくさんあり、チャンスがあり、夢を叶えることができる富山県、これを作り上げていくために、令和6年度はこれまで以上の積極的にチャレンジしていきたい、その礎となるこの予算としていきたいと考えて編成をしました。わかりました。今回、いろいろこう事業をラインナップする中で、いわゆる子ども政策に、400億、7億円の予算も計上したというところで力を入れているというふうに感じるんですけれども、その辺の、子ども政策に対する思いみたいなものを聞かせていただければと思います。はい、ありがとうございます。おっしゃるように、今回、まずは最優先は、能登半島地震からの復旧復興です。これを最優先にしております。で、その次は、やはり子ども真ん中社会を作るということ、これに置きたいというふうに考えております。また、特にですね、困難な状況にある子どもたち、誰一人残さない、そんな山県でありたいと考え、今回の予算に取り組みました。具体的に申し上げますと、まずはいくつか申し上げますと、私立高等学校の授業料減免の拡充、それからこれはですね、授業料については年収910万円未満の世帯まで完全無償化ということで、東京都や福井県に次ぐ取り組みと利用しております。また入学料については年収910万円未満の世帯まで完全無償化ということで、多子世帯、一人親世帯とも他県で税はありません。またフリースクールに通うお子さんたちの支援ということで、学校に行きづらい子どもたち、
の学校以外、家庭と学校以外での居場所の選択肢を増やすためにフリースクールなどの利用料を助成をいたします。月額1万5000円上限ですが、という助成は全国トップクラスの支援と寄付をしております。また世帯の所得要件を設けていないのは他県で例はありません。またヤングケアラーの支援対策事業もあります。これは早期発見そして適切な支援につなげていくためにヤングケアラー世帯にヘルパー派遣などを実施をいたします。県のレベルでのヘルパー派遣は他県でこれも例がないと考えております。また困難な課題を抱える女性の支援事業、これは女性相談センターの一時保護利用者あるいは民間シェルター利用者の対象時に新生活応援セットを支給するというようなこと、県レベルの物品の提供の取り組みが他県で例はありません。もう少し続けますと夜間中学に関する調査検討事業、これは不登校や外国人の児童生徒などの学び直しを支援するという目的であります。県立で考えているのは比較的先駆的な取り組みとなります。これを検討してまいります。また耳が不自由な方それから子どもに対しての支援ということで耳で聞くハザードマップ、今回の地震を受けてこれを導入したいと考えます。これは令和6年から他にも本県の他7県が導入することになっています。これも取り組みます。また国で新たに創設された子ども子育て支援事業祭というものがありますが、これをも積極的に活用して、子ども総合サポートプラザの整備にかかる工事費に活用します。また、終盤に説明しました県立図書館の魅力向上発信にかかる事業にも実行します。そして今後は認可子ども施設についても活用していきたいと考えております。ちょっと具体的にいくつか申し上げましたが、地震の対応が第一優先、そしてそれとともに子ども真ん中社会の構築、これを次の優先順位として考えてまいりました。わかりました。すいません、最終的にはちょっと一つお聞きしたいんですけれども、今回16ヶ月ベースで見ると、ここ近年のコロナ禍の財政規模と同じような、拡大した財政が続いていると思うんですけれども、今回も地震対応で、当然の措置だとは思うんですけれども、このままこのいつかの段階でこのコロナ前のこう財政規模に戻さなくちゃいけないようなこう必要があるのかどうか、その辺の知事のこう財政運営についての考えをお聞かせください。はい、ありがとうございます。先ほども少し触れましたように、コロナ経費は大幅に減ったわけですが、その代わりといったらあれですけれども、今回は震災復旧復興関連の経費が新たに乗ってきたということがあります。それとですね、先ほど申し上げた、コロナ禍で中小企業融資を、積極的に、資金繰りや企業の存続を支えるために融資した残高が今400億円あります。これについては順調にいけば順次返済が進みにつれて減ってくると思います。そうすると、5700億円内外というコロナ前すなわち令和2年度の当初予算のレベルまで、下がってくると思います。そういう意味ではそれを待つというのが必要です。ただ、物事は思ったようにはいかないです。今回の地震が起きたようにですね、また何が起こるか分かりません。昨年も豪雨が集中豪雨の被害が起きたところであります。自然災害だけではなく今後も何が起きるか分かりません。なのでやはり、今回実は2月補正予算専決をするときに財源は財政調整基金に求めました。ですからかなりこれが減ったりもしています。ということもありますが、ある程度の緊急時対応の基金は手元に持ちながら、極力筋肉質な予算であることは引き続き求めていきたいと思います。
そのためには、先ほど申し上げている普段の事業の見直し、再構築見直し、またここには、県民の皆さんの目線を活用する県民共同事業、官民共同事業レベル、これらの成果などもまた活用していきたいと考えております。わかりました。すみません、毎年ちょっと恒例でお聞きしているちょっと恐縮なんですけれども、まあ、今回の、まあ、予算案なんですけれども、まあ、自治体のこうキャッチフレーズ等があればお聞かせください。はい、こうできればと思ってます。震災を超えて子ども真ん中社会へ、まあ、とてもシンプルですが、まあ、そのようなまさに、まあ、長タイムを表すようなそのキャッチフレーズを思ってます。わかりました。ありがとうございます。あとすみません、ちょっと個別のことでちょっと一点ちょっと聞かせていただきたいんですけれども、まあ、あの新年度予算編成 の予算の中で、まあ、あの次期高校再編に関する、まあ、含めた検討事業のところの予算計上があったと思うんですけれども、まあ、そのところを見ていると、まあ、いわゆるこう県議会の自民党議員会が設置を求めた、まあ、地域協議会についてのこうような項目が特に書かれてはいません。で、あのこの辺のところのこの自民が求めるこう地域協議会の設置というところっていうのは現点ではこうせあの立ち上げは考えていないということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。あの高校県立高校の協会についてはですね、まあ、昨年のありがたけで今年はこう県立高校教育振興検討会議という記者会議を今走らせています。先般も開催をしていただきました。で年度内にはその振興検討会議の取りまとめが出ると教育委員会から聞いています。そして令和6年度はその取りまとめを受けて、これを私が主催します総合教育会議で、さらに深めていきたい、議論を深めていきたいと考えています。で、まあ、本年の取り組みとしては、あの先月ですね、高岡と富山両市で、教育振興フォーラムを開催して多くの方のご意見も伺ったところでございます。また先月の18日にはですね、この高校教育に関して15市町村長の市長と首長さん、それからそれぞれの市町村の教育長さんに一堂に会していただきまして、オンラインでしたが、一堂に集まっていただいて、ご意見も伺いました。このようにさまざまなご意見を伺うことはこれまでもやってまいりました。そして来年の総合教育会議ではさらに、地域にもっと地域のご意見を聞いていきたいと思いますし、また産業界のご意見、あるいは保護者の代表のご意見、こういったものも、また子どものご意見も子どもの意見も聞ければ、機会を持てればというふうに思います。まあ、そのように、まあ、丁寧に幅広い意見を聞くことは大切だというふうに考えております。で、あの自民党議員会さんからご提案、あの中間取りまとめというご報告をいただいた中に、この地域協議会というものの資質がありました。まあ、他県ではそういう例が、まあ、愛媛県の例が出ておりましたね。であれです、今あの教育委員会にはこの、もともと我々も地域の声を聞くつもりにしておりますが、この愛媛県のことなども今調べてもらっているところであります。まあ、ただ今のところですが、あの愛媛県はやっぱり本県とは地形的に、まあ、ちょっと違う、まあ、かなり大きいですよね。それからあのかなり離れた高校もあるというようなこと、まあ、そんなこととか、とかある、あと本県はあの全ての市町村に鉄道が通っている、東京コースが通っている、まあ、そんなこともあるという、まあ、そういうふうにちょっと愛媛県とは、まあ、置かれた状況が違うということは聞いております。まあ、今後、まあ、それを踏まえて、と考えていこうかというぐらいです。現地では、まあ、何か結論を出されたというわけではないということですね。そうです、うん、分かりました。ありがとうございました。すみません、はい、ちょっと補足説明ですが、キャッチフレーズですが、震災は漢字、震災を超えての超えるは超、超だったので超ですね、超えて、震災を超えて丸、で、子ども真ん中ひらがな、社会へ丸、以上。
震災を超えての超えるは超で、震災を超えて丸で、子ども真ん中はひらがな、社会は漢字、ひらがなで丸閉じ、以上です。よろしいでしょうか。はい、じゃあ他ご質問ある方、挙手をお願いいたします。超えての後天の方がいいかな。あ、はい、超えての後は天に修正いたします。超えて天、子ども真ん中社会へ丸でお願いします。じゃあ他ご質問ある方、挙手お願いいたします。あ、はい、小田さん。読売新聞の小田倉です。よろしくお願いします。先ほど子ども真ん中社会という話もありましたけれども、やはり人口減少の問題が一番大きな問題なのかなと思うんですけれども、まあ、100万人割れというのも、まあ、視野に入っているような状況ですけれども、まあ、今回の予算でですね、まあ非常にこう、きめ細かくやっているなと、配分されているなというふうには感じたんですけれども、まあ、果たしてどこまでこの人口減少を食い止められるのか、まあ、予算を執行していく上でも効果的に予算を執行していく必要があるのかなと思うんですけれども、人口減少をどこまで食い止められるのかというのは、知事のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。国の国立社会保障人口問題研究所が、日本の人口減少を予測してからもう何十年経つわけであります。その時以来、歴代の内閣が、また歴代の富山県の知事がもう全力で、もうありとあらゆることを考えて、お金もたくさんの予算も使って、人口減少を止める努力をしてまいりました。ですが残念ながら今もそれが止まる兆候がありません。止まった状況はありません。で、今岸田文雄内閣ではですね、この6、7年が、少子化を止める最後のチャンスというのは、統計的な、計算をしますと2030年を超えると、これがすごい人口減少さらに加速度的に、少子化さらに加速度的に進むことになるという、これは、統計的な計算でいく。で、ここは本当に踏ん張り、最後の、最後何十年やってきたけど最後の踏ん張りどころだというふうな、本当に気迫を感じます。今政権の子ども未来方針、これもしっかりと受け止めて、さまざまな施策を、と言い出したら、さっきもいくつか言いましたが、さっき子ども支援のことをいろいろ言いましたが、少子化対策にいろんなことを政策を打ってまいります。ですから、ここでぜひこれが効いてほしいというふうに、考えています。ただ何十年それがなかなか効果を生んでこなかったということを考えますと、本当に効果が正念場だというふうに考えております。ただそういうリアル人口を減らさない、あるいはできれば反転させる努力は惜しまない一方で、やはり、もう一つ大切なのが関係人口1000万を目指すということです。関係人口を増やしていくことにより、富山県を県境を超えて応援してくださる、方々が1000万いらっしゃるということは、たとえリアル人口が、減っていく、環境の中でも富山県の活力は引き続き保っていける、さらに成長にもつなげていける、そのような狙いでの視野設置にこれ1000万ということです。これについては引き続き、個別にいろいろな施策もありますが、成長戦略の大きな柱ですので、進めていきたいと考えています。とめますと、リアル人口を何とかもで踏みとどまる努力は最大限続けていく一方で、関係人口を増やしていく、さまざまな手を打っていく、この両輪が柱であるということです。それとですね、もう一つ、これは今後の課題ですが、先般、昨年末に、多文化共生フォーラムというものを、本県も協賛して開催をいたしました。すなわち外国人人材をこれからどう活用していけばよいかという、あるいは外国人人材とどう富山県民が共生していけるのかという、そんなフォーラムでありました。
ここでとてもいろいろなことを気づかされました。これについてもですね、今後考えていければというふうに、まあ、おられるわけですけども、まあ、ここに今一つの手がかりも感じているところでございます。予算の関係で、個別のところになるんですけれども、新産業の創出の関連で企業の海外展開の促進ということでですね、台湾電子設備協会の訪問団を受け入れるというのがあったんですけれども、台湾の半導体の関連の業界だと思うんですけれども、まあ、熊本県では TSMC が誘致したりですね、半導体産業、まあ、地方での地方創生にこうつながるようなあれかと思うんですけど、そういったような例えばこう台湾の企業をこう誘致するとかですね、そういったところまで実はこう視野に入れているんでしょうか。そうですね、台湾や北海道の半導体の大きな構想ことはいろいろ研究しております。まあ、今回そこまで具体的な話ではありませんけれども、まあ、今や半導体産業を支える大きな屋台骨の国の一つである台湾から業界の方々がいらっしゃるので、まあ、しっかりとお話をできればというふうに考えております。もう一点なんですけれども、これちょっと直接予算とはあるかもしれないですけれども、まあ、今回集大成のような、まあ任期最後の予算ができましたけれども、でこれで一つ、節目かなと思うんですけれども、秋には、まあ、知事選がありますけれども、まあ、現状知事のお考え、知事選に出馬するかどうか、そして出馬表明するタイミングについて今のお考えをお聞かせください。はい、ありがとうございます。まあ、本当にいつも背中を押していただいてますが、まずは予算を昨年の秋に予算編成方針を出して、以来本当に、職員みんなに頑張ってもらって、今日こうやって発表するところまでこぎつけたことです。まあ、この間に1月1日の地震ということもあり、先ほど来申し上げているように、2度にわたる補正も立てながら当初予算にもしっかり取り組んでくれて、予定通り今日発表することができました。あとはこれをこれから議会の皆さんとより内容を深めて、というプロセスが必要です。この予算をしっかりと仕上げて、そしてご承認いただくことが今私ができるやるべきことだというふうに考えています。まあ、それから先のことはそれから先に考えたいというふうに思います。そうすると、まあ、議会が承認、予算の承認いただいた後にいろいろ考えるということで、少なくとも前には考えられる、そういうことはないと思います。わかりました、ありがとうございました。はい、ここは予算関連でご質問ある方。はい、鎌橋さん。TVB の鎌橋です、よろしくお願いいたします。まず地震関連の予算に関して、補正で組んでいかれるということなのかもしれませんけれども、液状化対策というものに関して、今のご説明にはなかったと思います。今回被害をとても大きくしている大きな要因の一つだと思うんですけれども、今回、まあ、当初予算に入っていませんが、今後どのように進めていかれるのかというようなところとか含めた、お考えをお聞かせいただけないでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、今回の災害を見ておりましてですね、まあ、ある程度の期間、ある程度の予算を持ってすればですね、必ず乗り越えられると思っています。まあ、ただその厄介なのが液状化だということであります。これはですね、まあ、直近です、8年前の熊本地震の時、そこでも液状化が起きました。8カ所で液状化対策、まあ、これは政府のスキームにのっとって、対策をしようという、ことだったわけですけども、8カ所ありましたが、なかなか多くのそこに住民が住んでおられるわけですから、スキームがまとまるまで紆余曲折があったと聞いています。結果8カ所のうち、動き始めたのが2カ所であります。で、
現時点でまだそれが完了していない、大変に息の長い、足の長い、作業だということ、取り組みだということです。さらに下から登ると、東日本大震災の時は50カ所を超える液状化が起きました。うちこの国のスキームで進められているのが、8カ所かなと言われて聞きしています。それぐらいに大変にハードルが高いことと理解しています。今これは、ただ実際にこれは市町村が前に出られて取りまとめられることなので、県としてはそれを市町村にしっかりと連携しながら、もしそういった動きが出てくれば大いにまた支援あるいはアドバイス支援、していきたいというふうに考えております。で今それが広さでいうと3000平米が一つの単位、それから住家戸数でいうと10軒が一つの単位、これより例えばもうちょっと小さいものだったらやりやすいのかということも今検討をしたりもしているところであります。ただそんなことをしているうちにも日がもう1ヶ月経っちゃったわけでありまして、実際にお困りの皆さんが来られるということ、少しでも今お役に立とうということでですね、県のこれスキームとして、これを市町村とも力を合わせてまた国のお金も入れながらですね、耐震の診断が今実は増えています。先ほど説明しましたが、もともと耐震の診断は結構ニーズはあったんですが、今年に入って地震発災以降耐震のご要望が、耐震診断のご要望が増えています。と同時に診断をした結果耐震補強をされようというニーズもこれから出てまいります。ですから耐震診断を補強するとセットして、その液状化で傷んだお宅の少しお宅にご支援をできないかというと、そのような予算は実は入れてあります。今のところ、そんなことを考えている。一つはですから国のスキーム、これをに取り組むのかどうか、あるいはそれをもう少しハードルを下げれるものなのかどうか、これについては引き続きやっていきます。市町村と連携をしながらやっていきます。一方でこれも市町村と連携してですけども、そんな、金銭的な支援、これ経済的な支援で、耐震診断の補強、それから液状化への、取り組み、ご家庭ごとの取り組み、いろんなことを応援していければというふうに考えております。もともとスキームがあります、被災者生活再建支援法、これで全壊だった場合は最大300万円がお見舞い金が出ます。それから県独自の県知事からのお見舞い金というものもあります。それとさらに補修をするのに使える、これは別の法律ですけれども70万6千円という、補修費用もあります。それに今申し上げた新しく今、予算に盛り込んでおります、支援策、このようなものを、一つ一つはそう大きな金額ではありませんが、このようなものを、ぜひしっかり組み合わせてですね、被災された皆様の住宅の建て直し、場合によっては再建のようなものにつながっていけばというふうに思っています。これでもちろんゴールではないと思います。引き続き もう少し手厚く打っていきたいものかどうか、このようなことは検討して、引き続き検討しております。ありがとうございます。今おっしゃった国のというところの中に、その以前ワンチーム会議でも氷見の林翔がおっしゃってた基金の創設みたいな話も含まれてくるんでしょうか。そことはまた別ですか。そうですね、これもなかなか予断は許さない状況とは、理解をしておりますが、これは諦めずにですね、要望は続けていければというふうに考えています。実際熊本の場合もできたのはもう1年後なんですね、発災から。ですから多分熊本の当時の皆さんも諦めずに、ずっと訴え続けられたんだというふうに思います。でも県も諦めないでいきたい、あるいは他の、県とも場合によっては連携することも必要かと思います。ありがとうございます。次にですね、ふふふの、生産の増強についてなんですけれども、すごく
まあ、今回モーションというところですごく評価する声も多いと思うんですけれども、一方で種もみとかですね、カントリーエレベーターの、まあ、データの使い方とか課題もいろいろハードルが高いということも意見で出ていたと思います。その辺の課題の、知事のご認識と、まあ、それでもこうやっていこうという、意気込みといいますか、そこの辺の方向性についてお伺いできるかと思います。はい、ありがとうございます。もともとフフという品種は、この気候変動を見越してまた、環境との共生ということを見越して、高温やあるいは風に風害に強い、ものをできないか、それから少しでも肥料や化学肥料や、などを使用を少なくできないかということ、まあ、そういったコンセプトで長年かかって作ってきた品種であります。で、まあ、結果的に予想通りの展開になっていまして、今やはり、もう異常気象とは言えないぐらいに、高温の夏が、続くようになりました。また、暴風が吹くこともとても多い。なのでやはりこの夫婦が今求められる、状況にあるというふうに思います。で、今年がまさにその一つの、ま、天気の年に当たるかと思いますけども、コシヒカリの一等米比率がとても 50% を切るというところまでいってしまったのに対し、夫婦は、まあまあ、高温に強い品種ということで、一等米比率が9割を超えるになりました。ここで恥じなくも、まあ、ブルーフの時代にあった品種であることが、まあ、証明されたことになります。それを受けてですね、今協議会でも、これを機に作付け面積を増やしていこうという、まあ、決議をしたところでありまして、まあ、ただそれに対してもちろん我々県としても種もみのこととかですね、十分に対応はしていきたいと考えておりますし、また、施設の改修についても極力、対応していきたいというふうに考えております。もちろん課題はあると思いますが、方向はそっちの方向だということ、これも皆さんご理解いただいていると思いますので、その方向に向けてぶれずに、一歩ずつ、それもう少し今までこの5年間のペースよりももう少し加速をしながら進めていきたいと考えています。ありがとうございます。最後にですね、子ども真ん中ということなんですけれども、今回の、重点施策にも大変たくさんのことを盛り込んで、多方面にあると思うんですが、一方で少子化対策というところでいうと、先ほどご自身でもおっしゃいましたが、まあ、この6年がラストチャンスと考えたときに、まあ、こういうのは、まあ、いろんな施策が複合的にということではあると思うんですけれども、女性活躍だったりそのお子さんの全ての子どもを取り残さないという施策は充実しているように思うんですが、一方で知事も婚姻数の増加、そもそも出生率を増加させるっていう対策でいう と、すごく大きくなったとかですね、そういったところで、まあ、マリサポートセンターとかその辺になってしまうんですけども、そのあたりの対策はもうラストチャンスということであれば、もう少し何かあってもいいのではないかなという、そういうところでいうと知事は今回のこれにそこについて少子化子育て対策だと思うんですよね。なので少子化対策っていうところでいうと知事は今回どういう思いで、どういうところに取り組まれたかっていうところを教えていただけないでしょうか。はい、おっしゃる通りだと思います。子育て支援はですね、これは今富山県にいる子どもたち、あるいはその保護者、親の皆さんに対する応援です。ただこれはですね、これは少子化に無縁かというとそうではなくて、今お一人お持ちの子育てにお二人目、お二人のところに三人目というふうな多くのお子さんが生まれる、そんなゆりかごにはなるというふうに思います。一方で、出生数そのものを増やしていく、今富山県にいない人たちの出生数も増やさなきゃならないというふうな問題意識を持っています。我々出生率はもう追い求めていませんと言っておきますが、出生数の実数を追い求める政策に舵を切っています。その一つでやっぱり婚姻数を増やすということが、それはマリサポなどを通じて、それからもっともっとそのマリサポ のサポーターの皆さんですね、
そんな皆さんをよりモチベーションをアップして、より取り組みを強めていただくためのいろんな予算は盛り込んでいます。ということで、行員の数を増やしていく、これはいつももう皆さんに申し上げておりますが、50年間で行員の数が 60% 行員数が減ったという、 65% 減ったということ、それと、出生数の減少が、全く相関しているということ、ですからここが行員数を増やすのが肝だということです。ただ県内にいる男女の男性女性カップルだけでは足りません、ですから県外から、多くの、結婚年齢あるいは子供生まれる年齢の方々が富山に増えてこないとならない、そのためにということで、これは明日聞く政策ではないんですが、数年後に聞く政策ということで、中学生高校生との段口から、活躍している女性の経営者あるいは女性の働く方、そんな方々とのマッチング、ミーティングをセットして、中学生、高校生、すなわち就職を選ぶ段階、前の段階から、そういった富山県の企業を知っていただく、あるいはこんなに考えて働いておられる先輩女性もおられるのということも知ってもらう、それが将来、彼ら彼女らが就職を決めるときの、三富山県企業の選択肢の一つになるという、そのことにつながるということだというふうに思います。ですから、先ほども繰り返しになりますが、50年間以上やってきた少子化対策が、これといった効果がなかったということが今の立ち位置であります。なので、私、特効薬はないというふうに思っています。でも、諦めずにやっていくということ、その中の一つにその結婚数を増やしていく、そのために、女性の活躍できる環境を作っていく、またそれをサポートする、体制を作っていく、男性たちも育児休業、育児に参加するように、ことも促していく、そういったことを、今回の予算でももちろん盛り込んでいるところです。そこで、ラストチャンスでございれば、もっと思い切ったところがあってもいいのかなという感想を持ったんですが、基本的には今おっしゃったように女性の流出を防ぐというところからの婚姻数を増やしていくっていうお考えでの今回の予算ということでお考え方でよろしいでしょうか。要するに基本的な戦略はそれですね。ただ流出とは我々は言ってないので、結果的に社会原理になってますねということ、これをなんとか判定をさせていきたいという方向性の政策をいろいろと打っているということです。わかりました。女性関係は男性ももちろん社会増してほしいと思っています。わかりました。ありがとうございます。はい、他、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、平野さん。台湾テレビの日高です。2点だけ質問させてください。先ほどもあったんですけど、この予算規模のお話なんですが、コロナ前、もう少し 前をたどると、基本はその5500億前後ぐらいで推移してきたっていうのが、富山県の当初予算だと思うんですけども、いわゆる、コロナ関連、コロナのそのゼロゼロの話とかで、もうしばらくしたら5700ぐらいにはなるだろうということもいう見通しは分かったんですけども、その5500億前後で今後やっていくのか、それともこの今ほど、お話があったように、いわゆるその 子育て、少子化対策というのはこの6、7年というのが、ラストチャンスというふうな言葉もあった通り、このしばらくはその5700ぐらいでやっていくとかいう方針なのかということも含めて少し教えてください。はい、ありがとうございます。私は先ほどの質問に答えましたが、一定の手持ちの緊急事態用のお金を持ちながら財政運用していくことは大切だと思いますが、最初から総額を別に私は決める必要はないと思います。民間企業だって必要ならば借金をして、設備投資もしたり、するわけでありますから、アリバイバンドをしたいということもあるかもしれません。なので別に総額が、いくらがいいかということは特に私は考えたことはないですね。ただ、
ずっと5500ないし700億円できたのはこれは事実です。でも令和3年からコロナが乗っかったので6000超えがなんか3年が続きました。まあ、でもコロナはペースが変わった、政治の経費は落ちた、まあ、でもまあ、それには震災関連が乗ってきたということ、まあまあ、その時その時のいろんな事情があります。ですからまあ、いわゆる富山県の標準的な財政規模とはそれは計算の仕方でありますが、まあ、それからあんまり外れることもないのかなと思いますけども、でも頭にキャップをこれだけで1年間やろうぜということは特に必要ないんだろうと思います。まあ、その時その時、柔軟にやっていけばいいと思います。もちろん借金が増えたらそれまた返していく努力をしなきゃならないと思います。ちなみに今いわゆる県債の残高は令和5年から6年にかけては引き続き減少する予想にあります。わかりました。もう一点、地震関連なんですけども、今回その災害のまあ検証というか避難行動の検証の人流データの予算もついていると思いますが、今回の地震でのいわゆる住民の避難行動についての、まあ、課題感を知事どのように思っていらっしゃるかというのを教えてください。はい、近くは津波という意味では東日本大震災の状況、我々は遠くからですがつぶさに見ていたわけであります。津波と聞いたら中核に見えるんだということ、と分かっていたんですが、まあ、今回 NHK のアナウンサーに、あ、 NHK と言っちゃダメか、テレビで、大変に強い言葉で、避難を、まあ、求められました。まあ、それまでやっぱりちょっとテレビみんな見てたわけですよね。どうだ、まあ、ですからそういう意味ではまだまだ身についていなかったのかなという反省はありますが、でも、いざ逃げるとなったら皆さん早かった、ただ、車に乗られたで、やっぱり震災で、まあ、逃げることに慣れていない我々富山県民だったということが、これをはっきりしました。まずここが一つ反省材料だというふうに思います。で、まあ、今回それを検証し、できるだけ記憶が新しいうちに検証していこうということであります。で、じゃあどこに逃げるのか、どこまで逃げるのか、どれだけ逃げるのか、どうやって逃げるのか、まあ、こんなことが今後、まあ、検証して、しっかりとした、まあ、あってほしくはないですけども、次に向けての対策を打っていかなきゃなりません。その上で1月1日の富山県民がどう動いたかということ、どっちの方向にどれだけの人が動いて、それを年代別に、全部分かるデータを今度、予算に盛り込んであります。結構いいお値段しますが、でもこれはやっぱり今後のためということで、しっかりとこれを活用して今後につなげていきたいというふうに考えています。それぐらいにこのデータを持って、それもそのまさにその時のリアルタイムのデータが取れるわけですから、これを大いに活用して今後に備えるということ、これは息のあることだというふうに考えています。ありがとうございます。はい、他ご質問ありますでしょうか。はい、森さん。富山新聞の森です。よろしくお願いします。すいません。今回の当初予算ですが、隣の石川県は通常の予算ではなく骨格での予算編成となりました。今回の地震で県内でも大きな被害が出ている中で、通常の予算編成にこぎつけたことについての知事の受け止めを教えていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。まず一つはですね、まあ、本県も本当に住家被害は1万戸を超えるなど、それから公共インフラ、農業動物関係の本当に大きな被害が出ておりますが、まあ、それはさりながら比較をすればですね、石川県に比べれば、まあ、特に能登の方ですね、能登を含む石川県に比べれば、被害の程度は石川県よりは、まあ、少なかった、少ないのは現実だというふうに
なのでまず、こういった通常のペースで予算を作ることができたということ、当初予算を作ることができたということがあります。それともう一つはやはり何と言っても冒頭にも申し上げたように、まあ、あまりうちは褒めるのはあれですけども、皆さんにもご理解いただきたいのは職員の頑張りだというふうに思います。通常でもこの、年末から年初にかけてというのは本当にもう、大変な作業が続きます。予算編成に関して大変な業務量が増えますが、そこにさらに震災対応の補正予算も2回にわたって、それから今次議会を提出する補正予算もありますので、本当に数字にわたる補正予算を当初予算と並行してやってくれた職員の頑張りだというふうに考えております。もう一点、2月補正、先決処分した2月補正では石川県への支援というのも盛り込まれていたと思いますが、今後その石川への支援ということに関してはどのようにお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。今先決補正を2回やったと申し上げました。1月の12日の先決の予算は主にあれはその時点で分かっていたインフラを復旧するための緊急的な予算でありました。で、その後政府の支援パッケージが出て1月25日に、それを受け止めるための予算が2月の先決、2月6日にやったものであります。おっしゃるようにその中それは生業支援などに対応する予算ですけども、プラス石川県の支援というものも組み入れました。やはりこれはもちろん1月の1日からうちはヘリも飛ばしてですね、防災ヘリなども飛ばして石川県の支援を続けてきました。また、緊急消防援助隊はずっと出し続けました。それから県警も出し続けました。 DMAT、DPAT、DWAT、DHEAT、それから保健師さんなどなどの支援も続けてきました。それらにやはりこれが多分1ヶ月、2ヶ月終わることではないということで、やっぱり予算もしっかりつけようということで、宣言を込んだことであります。なので、これからもしっかりと取り組んでいく、もちろん本県の被災、被災者の生活再建、また、企業の再建の支援、それから、インフラの復旧、これらは着実に進めてまいりますが、一方でできるだけの石川県への支援は続けていく必要があるかというふうに思います。もう一つやっぱり今患者さんも163人、患者さんや高齢者の方を受け入れています。それから330人を超える方々の二次避難も受け入れております。こういったものもですね、引き続き続けていく必要があるかというふうに思います。なので質問に答えるとすればですね、これからも、ある程度の期間続けていく必要があるかと思いますし、続けていくつもりでございます。わかりました、ありがとうございます。はい、それではちょっと予定の時間もちょっと過ぎてまいりましたので、一旦予算関連はここで一回締めさせていただいて、次県庁活性化の取り組みについてもしご質問がある方いらっしゃればお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。すみません、組織の見直しのところで教育委員会のところで今回小中学校化と県立学校化を改編した上で、まず教育未来室というような形で部屋を置いた上で、そこに小中学校化、県立高校化といろいろ担当を置いたというところのこう狙いというか目的をお聞かせください。はい、これまで学校教育に関するもちろんいろんな課題が日々あります。それについては県立学校化、これは当然高校とそれから特別支援ということになりますが、それと小中学校化、これは小中学校は国民市町村の管轄ですけれども、我々設置しているの次ぐらいの、それを司るのが小中学校化で、それぞれ対応してきました。でも、子どもたち、生徒さん、生徒児童を取り巻く課題は本当に複雑になって多様になってきています。
じめ不登校、それから虐待などなどいろんなことが起きます、まあ、それらをですね、やっぱり学校別に分けるのではなくて一貫して見る必要があるんじゃないかという問題意識であります。ですから県立学校あるいは市町村立学校という枠を超えてフラットな組織として、縦割りであるんじゃなくて、さまざまな課題に、スピーディーにそして的確に対応できる組織にしたいということがあります。まあ、そのような基本的な問題意識考え方からこの教育未来室を作り、3つの担当課を設けて体制を強化をしたところであります。まあ、で具体的にはですね、今言ったように不登校の児童生徒あるいはいじめなどに対応するために、児童生徒支援担当というものを作ります。それから特別支援教育対象の児童や生徒の数の増加が見込まれていますので、これらを迅速にまた円滑に進めるために、特別支援教育担当というものも新しく作ります。それと、中学校卒業定者は今後も統計の事実として減り続けることが、まあ、今のところ予想されておりますので、高校教育の実現の、まあ、先ほども質問がありましたが、高校教育振興検討会議を進めていますが、その学科の規模や学科コースの見直しなども進めているところであります。まあ、まあ、タイミングによって、県立高校の再編も考える必要があるということですので、これを担当する県立高校改革推進担当というものもあったんですけど、この教育未来室の中にこの3つの担当を作り、今後の、まあ、来年度以降教育行政を進めていくというふうになります。わかりました。すみません。ありがとうございました。はい、他県庁活性化取り組みに関してご質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。ただ、まあ、予算のことも含めてもしお聞き漏らしの点があればあと一方かお二方かご質問をお受けしたいと思いますが、ご質問ある方挙手をお願いいたします。よろしいですかね。はい、それでは会見の方はこれで終了させていただきます。はい、長時間ありがとうございました。